咁我都知道啦，香港係有好多鍾情呢個日本動漫嘅粉絲啦。咁為咗令到各位都可以親身體驗到同日本一樣嘅動漫狂熱咧，咁主辦單位係曾經喺2009年係舉辦過一次測試版嘅展覽嘅。今回は、会場を、HKCC に移して、ブースやステージのコンテンツを増やし、本格的に、香港で開催する、最初のイベントとなります。咁今年除咗將呢個會場係移師去呢個香港會議展覽中心之外咧，亦都係大幅增加咗呢個參展攤位同埋舞台嘅表演，咁係希望令到呢個正式版嘅展覽咧係得以首次喺香港隆重舉行嘅。AKB の皆さんのステージも予定されており、まさに、日本の秋葉原の街を、香港に再現したようなイベントになることと思います。咁與此同時啦 ，AKB 方面嘅朋友咧，亦都係為大家準備咗一個精彩嘅舞台表演。咁務求係將一個日本秋葉原當地嘅文化係原汁原味引入俾香港各位嘅。C3 香港2011に出演する皆さんが、香港の、アニメファンの方に、本物の日本のキャラクターコンテンツを、お見せすることを楽しみにしています。今年參展呢個 CP 日本動漫博覽2001嘅各位企業同埋團體都係非常之期待，將呢個正宗嘅日本動漫角色同埋動漫作品咧，係帶俾香港嘅各位支持者嘅。香港の皆さんも、ぜひ、会場に足を運んで、普段、手に入れることができない、限定グッズを買ったり、普段、映像でしか見れない、アーティストさんのステージを楽しんでいただきたいと思います。咁啊，希望各位香港嘅朋友都係積極親身駕臨會展啦，咁盡情選購平時係比較難買到嘅限量版產品，亦都可以欣賞到平時可能只有睇碟先會睇到嘅歌星同埋配音員表演，係務求享受一個滿載而歸嘅一個快感㗎。会場でお会いできることを楽しみにしています。どうもありがとうございました。咁我係期待喺香港會展嘅會場見到各位嘅來臨，係多謝曬各位。